その台風7号の影響で県内でも夜にかけて激しい雨が降り大雨となる恐れがあります。線状降水帯が発生した場合、災害発生の危険度が急激に高まる可能性もあり、気象台は警戒を呼びかけています。気象台によりますと、台風7号は今朝5時前、和歌山県潮岬付近に上陸し、ゆっくりと北西に進んでいて、今後夜遅くにかけて近畿地方を北上する見込みです。県内では暖かく湿った空気が流れ込み、夜にかけて大気の状態が非常に不安定で、雷を伴う激しい雨が降り、警報級の大雨となる恐れもあるということです。明日朝までの24時間降水量は、多いところで中部、西部で250ミリ、東部、伊豆で200ミリと予想されています。今後、線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れもあるということです。気象台は、海上ではうねりを伴った高波、また土砂災害や低い土地の浸水などに警戒し、安全確保に努めるよう呼びかけています。